続く2戦目、ここで衝撃の KO 劇を見せた。2人目のシューター亀田正史プロ4戦目。そして一方コンテンダーズ M1 ではトーナメントで小室そして若林を破って準優勝、山本キッド則文です。まあ、レスリング界のサブレッド山本か、そうですね、はい、一方のプロシューター4戦目の亀田か。今日山本選手は積極的に打撃で勝負かけてるみたいですね。言ってますね。もともとレスラーでありますから、はい、グラウンドの方が得意かとは思うんですが、しかし打撃が大好きという山本です。まあ、亀田選手の方はですね、はい、99年の東、西日本選手権で優勝して、はい、デビューしてるんですけれども、どちらかといえば下からの寝技を得意というタイプなんですね。はい、で山本選手は去年の全日本アマシュートライト級優勝、もともとレスリングだったんですけれども、レスリングをやって相手を倒す足腰、それから倒れない足腰があるので、その足腰を使った逆に打撃に今磨きをかけているという感じなんですね。なるほど。はい、自分からタックルに行って倒す力があるんですけれども、はい、そのまま倒さずに相手をキャッチしといて殴る、はい、その辺のスタイルが特徴的ですね今。はい、ピュアブレッド大宮の山本キッド則文、打撃に修練を積んでいます。じりじりとプレッシャーをかける、はいはい、あとレスリングでレスリングの競技の中では本当にトップ選手なので、日本のやっぱり体がやっぱり尋常じゃない体してますよね。そうですね、はい、この上半身の筋肉をご覧ください。クラス A の体してますよね。はい、はい、シュートでの目標はもちろんベルトと言っています山本。そして一方こちら上半身に大きなタトゥーが見えます亀田、三重県出身の25歳です。格闘サークル小倉会。亀田選手はいい形で寝技に引き込みたいところですよね。やっぱりそうですね。まだ勝ち星がありません亀田、プロ4戦目を迎えています。右一発、そして今度も右、プレッシャーをかけるのは山本ですね。ちょっと山本選手の打撃当たり出してますね。そうですね、はい、亀田選手はローですとかハイですとか蹴りを出しながらうまく散らしていかないと強いパンチを浴びることになってしまうんじゃない、このまま。はい、はい、コンテンダーズでは準優勝の山本、決勝ではねちょっと右の足首を痛めていましたので、残念ながらセコンドのタオル投入になってしまいましたが、はい、今日は大好きな打撃が OK のシュートルールです。打ち込んでいく、膝を返 す、 いい、ね、これ上がっていないか、いい形ではありましたか。はい、やや低めに構えてますので、はい、亀井選手は膝とか有効だと思うんですね。はい、だから要するにパンチの攻防になるとタックルに自信のある山本選手は深く踏み込めるんですけど、はい、やや亀井選手はテイクダウンでかなわない。左右、膝をついた亀田正史、ダウンを取っている。一瞬のワンツー、ダウンカウントはストップ。強烈な打撃、切れますね、はい、さあここは攻め時、山本キックを返していく、なんとか返していく、しかし劣勢だ、カメラが劣勢、ちょっとガードが甘いんで亀田選手はもう寝技に引き込んだ方がいいでしょうね。はい、それにしても一瞬でしたね。そうですね、やっぱ踏み込みがいいんで強いパンチが当てられるんですよね。はい、はい、そして目がギラギラと輝いている山本。亀田も大丈夫になりましたかね。笑ってますね、やっぱりダメージをごまかしてるんですよ。あ、そういうことですか。完全にこれキッドは狙ってますね。狙ってますね、はい、かける右か左、これ1分で飛ばすよ。顎を打ち抜きましたから、はい、これ厳しいと思いますよ。これは立てるか、亀田が立てるのか、ダメだ、あ、ダメですね、ダメです、ダメです、はい、1ラウンド4分17秒ノックアウト勝利、まあ、完全に顎を打ち抜きましたね、はい、壮絶驚愕 KO 撃キッド4分17秒、第1ラウンド4分17秒山本キッド成選手の KO 勝ちです。武道2戦目のキッド、これで2連勝ですね。そうですね、今のところ穴が全く見えないですね、はいはい、どこまでこの対戦的には続くか、まあ、どんどん対戦相手は強くなっていくと思いますので、
注目して見守りたいですね。レスリングの強化選手に選ばれたこともあるというこのキックなんですが、このシュートルールを本当に有効に使って、はい、自分の好きな打撃でいきますね。結局テイクダウンが強いという自分の良さを生かした打撃の攻防を考えているのでやっぱり強いんですね、はい、一方敗れた亀田雅史、これで4戦して2敗2分けという成績になりました、はい、まだ勝ち星が奪えていません。見事なノックアウト勝利、山本キッド乗り組み、大和魂が光っています。その打撃センスが初めて披露された瞬間だった。期待以上のその能力に周辺が慌ただしくなってきた。